表面上の和やかな笑顔とは裏腹に、こちらの両国の課題も多岐にわたります。ワシントンで開かれていた米中の閣僚による戦略経済対話が2日間の日程を終えて先ほど閉幕しました。こちらが台風1号の今後の予想進路です。フィリピンではこの台風1号がルソン島を南から北に縦断、これまでに20人が亡くなるなど大きな被害が出ています。おはようございます。おはようございます。5月11日水曜日のワールドウェーブモーニングです。